オーストラリアの首都キャンベラから、オーストラリア第一の都市、人口約500万人だというシドニーに向かって走っています。シドニーに着いたらまず行ってみたいのが、あの有名なオペラハウスですね。シドニーに着きました。そして最初に向かったのがオペラハウスが一番綺麗に写真撮れるというところに行ったんですね。ミセス・マクウォーリーズ・ポイントというんだそうですけど、ちょっと半島になってるんですね。そこからオペラハウスがよく見えます。オペラハウスの向こうには橋が見えていますけれども、あれはハーバーブリッジという橋なんですね。この橋とそしてオペラハウス、これ両方がこううまく写真に収まるところといって、ここはいい場所なんだそうです。これから写真何枚かご覧いただきます。どうかお楽しみください。高層ビル群が映っていますけれども、これは、シティといってですね、シドニーの中心部なんですね。オフィス街が広がります。写真を撮っていた半島から、車を移動させて、オペラハウスの近くの地下駐車場に停めました。オペラハウスの屋根、特徴のある屋根ですよね。貝を立てたような、なんかそんな感じを受けたんですけれども、それが白く輝いて、とても綺麗です。このオペラハウス、近くで見るとすっごくでかいんですよね。その存在感に圧倒されましたね。そして綺麗に見えていたあの屋根なんですけれども、これはスウェーデンから送ってきたタイルを貼り付けてあるんだそうです。そのタイルなんですけれども、その数実に105万枚を超えるというんです。このオペラハウスは1959年に建設が始まって、完成したのが1973年なんだそうですね。ずいぶん時間がかかってます。そして、今世界遺産になってるんですけれども、最も新しい建物の世界遺産なんだそうです。このオペラハウスを設計したのはデンマーク人のウッツォンという38歳の建築家だったんだそうです。完成するまで時間がかかりすぎて、しびれを切らしたのかな。それで、この建築家はデンマークに帰ってしまったんだそうですね。そして二度とこのオーストラリアを訪れることはなかったというんです。完成式もあったそうですけれども、そこにも出席しなかったということなんですね。ちょっと悲しい話です。